はい、どうもさん、こんにちは、ノアです。今回のワールドミッション実況をやっていきたいと思います。前回からの続きなんですが、これね、まさかのっすよ。この前さ、最後の最後で、こう、本体のなんか電源が切れましたみたいな感じで落ちたじゃん。で、あれセーブされる前だったから、まさかのこの超ボスのね、ミラたちを倒す前で、終わってしまったっていう。つまりその倒したのに倒してないことになってるんで、もう一回あいつらを狩ります。まさかのね。いやー、ちょっとこれは想定外でしたね。はい。まあ、とりあえず、1回目は、もうリミテッドとか関係なしに、本気で倒します。はい。もうこれ、もう前回倒したんで、もうこいつらは、全力デッキで倒す。はい、もういいよいいよ。もういい。前回見た。うわ、マジでこれショックだな。ねえ、あれもさ、結構時間かけてね、倒したんですけど。はい、まあ、とりあえず、はい、このデッキで、倍率効かないんですが、まあ、極化目とパワーアップ、そして軽減ダウンですね。はい、ここら辺を重ねれば、まあ、相当なダメージが出せると思うので、普通に、このデッキならね、2キルは余裕かなと。まあ、ちょっとベジータコット、まあ、ベジット3の方が良かったんですけど、まあ、いいか。はい、で、2ラウンド制限。はい、1万制限すれば、簡単に1000個も取れますと。で、ケフラでエナジーがっつり増やして、魔人トアでチャージインパクトをね、妨害。そしてフロストが入ってるんですけど、このフロストがね、鋭い殺気と長期弾持ってるので、まあ2ラウンドのね、敵の帝国ユニットを止めつつ、長期弾で、まあ5000、6000とかのね、ダメージが多分出ると思うので、そんな感じで言ってます。で、相変わらずサイヤ人女の子は、まあ赤髪の状態なんですが、ぶっちゃけもうずっとこれでいいかなって思ってる。うん、なんかちょうどいいよね、強さも。でさ、青髪は正直その筐体版の方で使えるんだよね。で、それ考えた時に、なんか別にその、青髪はあっちで使えるから、ならこっちではね、赤髪、はい、この新鮮なね、赤髪を使おうかなということで、まあずっとこの状態でもういいかなと、思ってます。はい。レベルももう99でさ、上げる必要もなくなったので、でまあ、しばらくは多分この状態で、はい、戦うかなって、感じですね。かわいいもんね、赤髪ね。さあ、1ラウンドはまあまあこれでいいでしょう。はい、これね、前回結構苦しめられましたね。暗黒魔界の王の力。あれさ、ブーゼノのアビリティなんだけど、まあ、そうだよね、思い返せば、ダーブラの能力だからね。まあ、ダーブラが使えてもおかしくないでしょうと。はい。で、罠が発動しているので、まあ余裕でパワー2万超え。まあこれだけね、敵のアタッカーがいれば、まあフロストもガンガン発動していくし、魔人とはもね、戦闘力8000以上でチャージビュンビュンできるんで、まあこれでね、チャージインパクトも勝ちやすいかなっていう。はい、ここ超ボスなんで、まあ最速にしちゃえばそんなにパーフェクトも出してこないと思うんですよね。はい、HP がもう減ってる。あれか。闇のオーラ。うん、あれさ、バトルアプリのチームボーナス効果と、シェンロンメダルかな。それでさ、HP が上がるときに、その上がる量もね、回復ってみなされてて、まあその半分になっちゃうんですよね。うん、だから闇のオーラ結構厄介だなっていう。はい、サポーターにね、キャラクターを置いてるのにさ、戦闘力じゃない、気力もね、マックスになってないし。あれ結構厄介ですね。はい、対人戦でもまあ、昔はね、ゴッドミッションとかのね、頃では、まあまあ強かったけど、うん、最近は全然見ないな。なんかワールドミッションだったらありな気がするんだけど、あれ。で、ミラのさ、闇のオーラと、魔人とはじゃない。貫通とは、暗黒魔人エリートとか。まあやってみたいですね。はい、暗黒魔人持ってない。さあ、追撃でも結構入ってるね。お、すごい。マジか。ああ、意外と柔らかいんだな、こいつら。さあ、バトルアプリ、まあ1万制限でいいと思います。はい、ここね、万が一先行取れなかったら嫌なので、ここはもう1万制限かけましょう。うん、これ結構いいっすよね。はい、で、ミットは使えない。戦闘力1万9000。いいね。はい、からのほっ飛ばしてるエネルギー。これでエナジー満タンと。で、大神官ですね。はい、この大神官もね、冷凍全然落ちないですね。なんか別にその最近だとさ、まあ使ってる人もあんまり見ないんだけど、そのレベル上げとかもさ、まあ技神官使うし、対人戦のそのワンキル
とかもね、みんな技進化の方を使うから、正直この大進化はまああんまり使う人はいないんだけど、ミッションとかのね、あの攻略の際ではすごくいいですよね。はい、一気にみんな3万上がるから、まあまだ5、6000円ぐらいは大進化すると思うんだけど、まあその理由もわからなくはない。さあこれでも結構なダメージが、おお強い、強すぎいやさすがはパワー3万アップですね。さあこれはもうなんかほとんどノーチャージでいけそうだが、ほらーやっぱね決めたいよね。さあこれはいったでしょう技結構攻略のやつにしたと思うんで、あーそうそうそう、瞬間移動10米カメハメハ、孫悟空ゼノの SS4 の技ですね。どうどうどう、強い、いやー強いないいね、ヒーロータイプいいよね。ただ必殺技の時のボイスがね、まあ毎回一緒っていうのがちょっと、あれ海洋神とかさ、あとは腎臓とか、だったらね、あの使い回しじゃなくてそのちゃんとさ技面行ったりとかねするんだけど、女の子と、サイヤ男かな、ここら辺のコスアバターがね全然その同じボイスしかないっていうので、なんかまたね収録してほしいですよね、これ筐体版だけでもいいから、ちょっとこれさまた収録してほしいなって、思いました。さあいよいよですね、いやこっからもう正念場というか、はい、いよいよリミテッドゴッドボスの開幕です。よし、よし、あれこれ前回見てないっけ、あ前回見てないか、うん、ついに来たん、いやいやいや、ようやくですよ。まあこっからは SH8 なんしか使えないんで、ちょっとねデッキまた考えましょうか。前回のデッキ残ってたかな、でもここさ確か固定ダメージがえぐいんですよ。まず暗黒シェンロの、なんとかかんとかの波動で毎ラウンド HP が3000削られて、暗黒のゴッドメテルでアタッカー人数かける 1000HP ダウンとか、なんかねここは固定ダメージが確かえぐかった気がする。で戦闘力もえぐかった気がするんだよね。だからどうしようかなって考えてたんだけど、とりあえずまた2ラウンド、うん2ラウンドで倒せるように高火力デッキでねちょっと挑みましょう。うわマジか、1枚縛りじゃん、やばいこれはえぐい、うわちょっと待って1枚使えないんだ、強かったよ、願いが叶うまであとわずかというのに、いやさせないわ、まだ間に合う出た、そうなんですよ、ここでねようやく時の力を解放すると。バーダックゼノとどめる、へえ、いやこれどうしよう1枚使えないんだ、2ラウンドで倒すならまあアバターをね入れてもいいんだけど、まあ、最初はねアバターなしでちょっとやりましょう。前回のリミテッド、あないな、いや待ってデッキ4だった気がする、あやべ崩しちゃった、あーマジか、まあいいや、じゃあ1からちょっと作りましょうか。そしたらね誰を軸にするかなんだけど、悟空ゼノとベジータ4、悟空ゼノ&ベジータゼノね、はい、あそこら辺はまずまず、入れといていいでしょう。はい、あれ前回ねかなり助けられたんで、まずあそこを軸にしよう。で時の海洋神がさこう助っ人で来るけど、あれがワンチャンこれと同じアビリティ持ってる可能性もあるので、ちょっと時会はやめときましょうか。はい、まああれ重複したらどうなるかっていうのもあるんだけどさ、はい、とりあえずまあ悟空ゼノ&ベジータゼノを入れて、まあトワも入れた方がいいんかな、いやまあ1ラウンドベジータで耐久すればトワも別にいらないか。はい、あ不意打ちはダメだね、うん、逆に軽減消しちゃうんで、あリブリアンかこれいいんじゃない、はい、込み上げる闘争心で、一応アバターを入れるとねこの破壊神の祝宴っていうのでダメージ与えられるんだけど、まあ、そんな大したダメージじゃないんで別にアバターはいいでしょう。ゴジータズノはねちょっと人出しないといけないので、微妙な感じはある。はい、潰しのベルガモ、パワーとガードが永続で2倍と、うん
これは悪くな、いや待って、元のパワーが3700。ダメだ、長期戦にはいいけど。あ、これは入れるでしょ。はい、固定ダメージも強いし、チャージもね早くできるんで、まあここら辺はいいとして、あとはね、まあ倍増が通るかが微妙なんだよね。ちょっとそこまでのリサーチはしてないので、倍増は最初なしで。あ、待って、うわ、ちょっと思いついちゃった。これさ、的確当てて、ゴジータゼノを1枚出ししたら結構これ削れんじゃないっていう。ね、それいいね。じゃあ、どうしよう、ベジータゼノをさ、ゴジータ4にしようか。うん、いいね。で、これとこれを、ね、まあ、組み合わせて、1ラウンド3連撃。はい、で、パワー1万アップの3連撃なんで、まあまあ、1回5000でも入ればね、1万5000は最大で削れるという感じで、じゃあ、カトフェスラ入れようよ。そうだ。うわ、これ強い。懐かしいね。このゴジータ的確カトペスラって昔なんか動画に一回したよね。はいはいはい。あー、なるほどね。じゃあベジータ王ゼノはワンチャン違くてもいいかも。うわ、これ強いぞ。で、1ラウンドからこれが発動したら、軽減ダウンに3連撃でしょ？ワンキル狙えんじゃないっていうね。案外ここら辺とかね。はい。パワーガード1。いや、悪くないな。え、めっちゃ悪くないそれ。え、どうしよう、これ入れてみたいな。相手もめっちゃカブラだけど。はい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 。まあブロリーダークもね、なんかちょっとエナジーが溜まるかが微妙なんで、うん、これでいこうか。なんかいける気がする。いこう。はい、どうでしょうか。まあ、これにプラスアルファは時の海洋神が加わるんですが、まあまあ、またね、2ラウンドで1万制限かけて、2ラウンド以内に倒す。で、1ラウンド目は3連撃で、なるべく HP を削る。いいんじゃない？結構強そうだ。さあ、このトキちゃんがね、何か思ってると思うんだけど、ミラクルアップのアビリティやったらめちゃめちゃいい感じ。うん、あれさえあればって感じがするね。うわ、すげえ。夫人がすごい。メチカブラが真ん中にいて、時の海洋神もいるよ。しかもゴジータ4とかいうね、なかなか豪華な組み合わせですね。さあ、1ラウンド目はね、確かメテオを投げてくるんだけど、そこまでは攻撃が激しくなかった気がするんだよね。なにこれ、 BGM 違う。うわ、 BGM が違う。おお、めっちゃ懐かしい。あ、ミラがいいのか。なるほど。やば、待って、これはやばい。49000、49000だと。マジ。うわー、出た、それ懐かしいな。さあ、暗黒の波動で、まあ HP ちょっと削られちゃうんで、あー、まあまあ耐久は難しいね。確定3000ダウンはえぐい。あ、待って、ダーブル1枚出しじゃん。来た、これ。うわ、これ強い、これ強いぞ。パワーガード1に、あ、軽減はちょっと下げられるか微妙だけど、3連撃でしょ。エナジー上げろ。よっしゃ、来た。あ、なに、うっ、待った、やばい、やめろ、マジやめろ。うわ、やめろってマジそれ。なるほど、これはきつい。お前も使うのか、これ相手でしょ。あ、違う、あれも、え、待って、あ、ごめん、ちょっとごめん、なんでもない。アホすぎそれは。はい、相手じゃなかったね。普通に相手にメチカバラいるからさ、相手もこれ使うのかよと思ったけど、全然違かった。はい、普通にこっちのやつだった。18000。そんなに戦闘力高くないね。はい、おお、いいね。うわ、いいね。めっちゃいいじゃん、これワンキルじゃん。待って待って待って、うわー、なんだよ、逆襲のチャンス持ってんのか。まあいいでしょう。あー、領域、はいはいはい、領域持ち、これ食らいましょう。よし、食らおう。これさ、パワー1だから、あ、違う、パワー1、あ、まあ、微妙だけど食らおう。さあ、どうなる。あ、結構食らうな。
うわ、ちょっと待って、まず、ああ、いいじゃん、いいじゃん。はい。で、もう一回来るでしょ。で、もう一回来た時に、カウンターラッシュで軽減 50% ダウンが刺さるんで、これで 50% ダウンしたところにアトミック当てたら、50% の 50% のガード位置のパワー1マップでしょ。2万は出る。これ来たね。よし、やばい、これ完璧すぎる、やばい。これやばいっしょ。かつてないほど完璧。いや、ゴジータ4のね、カウンターラッシュが確か軽減 50% なんで、まあ、これはかなりの火力アップにつながると。究極のカウンターラッシュ。いやー強っ。待って、お前も攻撃するのか。え、待って、これやばい。あー、やば、食らった。あー、まあ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 、まあ、耐えろよお前。あー、やばい、強い、結構強い。え、なんで死ぬ。あー、強いけど耐えたね。うわ、これは予想外。暗黒シェンロも攻撃してくれると思わなかった。じゃあここのステージ4人なんだ。はい。で、これが確かドミグラと同じオットメテオだったと思うんで、まあまあこういう意味でね、耐久がマジで難しいっていう、はい、1か2で倒すっていうのが理想だと思います。さあ結構削られたけど、こっからよ。え、これさ完璧じゃない。さあこれさ、そうだよね、別次元あるから、まあ、最速なんだけどミラクル出やすいし、よいしょー、ナイスー。そう、チャージもね、早くしてるんで、かなり CI 勝率は高い。しかもパワーは1も上がってる。さあ、どんぐらいいくこれ。あー、強すぎ。マジ?2万5000。2万5000も出んのあれ。マジか。あ、終わった。待って、いった。うわ、まさかのワンキル。これはマジ予想外だった。うわ、いったよ、これ。あー、いった、2発で。2発で。こんなことが。いや、そりゃこんなことかってなるけど、そうなんです、これ。もうね、願いが叶っちゃったんだよね。いや、まあ、何はともあれ。いや、行きましたね。いや、これは、ちょっと、想定外というか、まあ、2ラウンドは行くかなって思ったんですが、ゴジータゼノのね、火力がエグすぎたっていうのと、ちょっとその、SH8 弾でね、いや、まさかのワンキルデッキが作れてしまうっていうので、はい、まさかの圧勝でした。で、カウンターラッシュの調整もね、なかなか良かったんですね、あれ。まあ、逆襲が発動されてね、ちょっと、やばいかなって思ったんだけど、まあまあまあ、そこまではね、食らわなかったんで、いい感じにこう、軽減を下げるっていう。いやー、いいバトルでしたね。すべて遅かったようだな。間に合わなかった。こうなったら残った時の力でメチカブラを邪魔をするな。あ、時の海王神様、ついに力を取り戻したぞ。これで時空は俺の思いのままだ。我が力の前では貴様らなど赤子同然。今ここで全てを終わらせてやろう。そうはさせないわ。はあ、何、せめてあなたたちだけでも安全なところに。待ってください。それでは時の海王神様が、いつか助けに来なさいよね。絶対よ。そんな、時の海王神様が。待っててください。必ず助けに行きます。必ず。限定アプリを検索。ああ、なるほどね。いやー、これは結構悲しい展開というか、まあ時の海王神がね、最後メチカブラ復活しちゃって、まあそれをね、こう
時の力を使って、まあ、自分もろとも封印するっていう。で今は封印されてんだけど、いつだっけ、ユニバースミッションの後半でね、こう時の海洋神と一緒に出てきて、まあ、その時にこう時の海洋神もね、こう洗脳された状態でね、出てくるっていう。それがまあ洗脳と機会なんだけど、まあまあ一時的にはこう抑えることができたんでね。これどうする、気力 30% ダウン、まあまあ強いな。でも待って、戦闘力 60% あるんだったらいらないかなっていうのはあるんだけど、ねこれいらないねこれ極限進化で間違って取ったんだけど、あれいらないんで一応入れておきましょう。はい、エナジー1破壊だから、まあ復活とかもねワンチャンまくれると思います。いう感じで今回リミテッドゴッドボス第8弾で、結構予想外のね結末で終わりましたが、無事に勝つことができてよかったなと思います。次回がユニバースミッションの1弾、ということで、身勝手ジレンとかかな、まあ、そこら辺をねちょっと攻略していこうかなと思います。はい、あれねかなり強かったイメージがあるのでかなり楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。